ちょっと金八先生みたいですけれども、人弁に憂いと書いて優しさじゃないですか。相手にとって本当にいいことって何なのか導いてあげる、こうアシストしてあげる。皆さんこんばんは、 PR チャンネルアットラウンジティーチャーの広瀬です。5月にも入り初夏になりましたね。すごく暖かい日が続いてて、皆さんゴールデンウィークはどんな風にお過ごしでしたでしょうか。私はですね、まあ基本的にタオちゃんとのんびり過ごしていました。なかなかね、のんびりする機会いつもなかったよっていう方はね、たまにはいい休日なのかなと思います。そんな今回のテーマ、ズバリできる男の優しさとは何かというテーマで、そろそろフリップゲームを板についてきた私なのですが、まあこのテーマ結構深いですよね。女性の好きな男性のタイプで優しい人って答える人いっぱいいるじゃないですか。私もそのうちの一人なんですが、この女子のタイプの優しいという言葉の裏側にはいろんな意味が含まれているかと思います。で、語源から私いつも考えるんですよ。漢字で紐解くと、ちょっと金八先生みたいですけれども、人弁に憂いと書いて優しさじゃないですか。やっぱりだから優しさっていうのは、その憂いだったり悲しみにそっと寄り添える人なのかなって私は解釈しました。まあ、漢字だけではなく、ちょっと英語でもまず優しさっていう意味には2つありますよね。カインドネスとジェントルネスっていう2つの言葉があると思うんですけど、まず1つ目、このカインドネスには親切であること、それから思いやり、そして親切な行為で、その他にもこのカインドネスのこのカインドっていう文字には種類っていう意味がありますよね。で、この種類っていう言葉のそもそもの意味は、生まれながらのっていう意味があるそうです。生まれながらのもの、生まれたてのものは、ピュアで損得感情ではなくって、もう本当にそのピュアな気持ちで成果や見返りを求めない優しさこそが本当の優しさなのかなという理解になりました。それからもう一つ、これもすごく大事な言葉、ジェントルネス、ジェントルマンという言葉があると思いますが、このジェントルネスという言葉には、相手を傷つけない柔和さ、寛大さ、そして穏やかさ、これがとっても大事で、相手を傷つけない柔和さっていうのがすごく紳士的な優しさなのかなと。相手の立場になって考えることができて、親切な行動を取れるっていうのが、大人の配慮も含めた優しさだと私は思います。で、あともう一つ大事なのが、この寛大さ、すぐにイライラしない、自分の思ったことが思い通りにいかないとき、相手がミスをしてしまって、こう自分に損益が出ちゃったときに怒っちゃう人もいるじゃないですか。でも本当の優しさは、それを怒らずに許すことだと思います。やっぱり許すことって最大の愛情であり、最大の優しさだと思うので、この寛大さっていうのは、真摯な優しさとしてすごく大事なのかなと思いました。というわけでですね、ちょっとまとめてみました。できる男の優しさとは、相手の立場を考えて理性を持って手助けできる人、まずこれが1つ目。例えば会社の部下、まあ、後輩だったりが何かミスをしてしまって、悲しんでいるとき、同情の気持ちだけで手助けをするっていうのももちろん大事なんですけど、相手にとって本当にいいことって何なのかっていうことを考え抜いた上で導いてあげる、こうアシストしてあげる。優しい人ってやっぱり助けてあげたいっていう気持ちから、何でもかんでもやっぱり手助けしてしまう方もいらっしゃると思うんですけど、それができることももちろん素晴らしい。その一つ踏み込んで、時にはまあ、叱ったりなのか、時には遠くから見守るなのか、まあ、そういう考え抜いた処置をしてあげられるっていうのが、本当のできる男の優しさなのかな。まあ、でもそのためには、自分の成功体験だったり、まあ、失敗から学んだこと、自分の経験から気持ちを察してアドバイスしてあげられる能力がすごく大事になってくると思います。そしてもう一つ、愛情深く、これ大事、感謝の気持ちをちゃんと口で伝えられる人、これさ本当に大事なことだと思うんですけど、皆さん彼女だったり彼氏だったり恋人に、それから家族にちゃんとありがとうっていう感謝の気持ちを口で伝えられていますか？思ってても口に伝えられることが難しい方も
いると思いますが、その一言で相手は頑張れたり報われることもあります。これはまあ家庭もそうですけど、会社においてもそうだと思います。先輩が後輩に、後輩が先輩に、やっぱり感謝を伝え合えることっていう関係性はいろいろいい利益をもたらすし、幸せにしてくれると思っています。それから愛情深くっていうのはもちろん自分にだけ優しくしてほしいという人もいますよね。よく女性でなんで周りの女性に優しくするのっていう人もいるかと思います。でもやっぱり自分以外の人にも優しい気持ちで接してほしいですよね。レストランとかでご飯を食べてて、店員さんスタッフの方がちょっと何か、まあ、ミスをしてしまった時に結構横柄に態度を取っちゃう方ってたまにいらっしゃると思うんですけど、それはね、さっき言ったように寛大さってすごくできる男の優しさとしてすごく大事なのかなと思います。というわけでね、まあ今日はねいろいろ話してきましたけれども、優しさは紳士のたしなみだと私は考えています。ちょっとできてなかったなっていうことは少しの意識で変わっていくことだと思うので、皆さん紳士を目指していきましょう。それではまた次回、チャンネル登録はこちら、登録してくださいね。おすすめ動画はこちら、合わせて見てくださいね。